タイの様々なナンプラーナンプラーはタイの魚章。タイ語でナムは液体、プラは魚を意味する。日本語の表記によってはナムプラーとされることもある。タイ料理には欠かすことのできない調味料とされ、高級品から安価なものまで幅広いラインアップがある。タイでは屋台や大衆食堂、ホテルのレストランなど様々な外食店で机の上に、 ナンプラーが常備されており、日本における醤油のような存在となっている。なお、ナンプラーは商品として製造され、家庭で作ることはほぼない。タイランド湾に面して漁業が盛んで塩田の多い、ジョンブリー県やラヨーン県に製造業者が集中している。また、マハヤチャイもナンプラーの産地として有名である。主にアンチョビやコリカ族などの魚を原料とする。 少数の業者のみ、チャオプラヤー側に生息する、コイカのオスティーチラスやオスフロネムス科のトライヒャガスターなどの淡水魚を原料とするが、基本的には海水魚を用いる。小型の海水魚は丸ごと使い、魚に対して重量比で30から50%の塩を加えて、よく混合し、亀やコンクリート製のタンクに入れて、蓋とおもしをする。 数ヶ月間で魚のタンパク質はほとんど分解するが、長期間熟成させるほど味が良くなるとされる。2年以上熟成させることは稀で、概ね12から18ヶ月ほどで出荷される。最初に液体部分を取り出したものが一番絞りとされ、これに砂糖を加えて瓶詰めしたものが一級品となる。貯蔵容器に残った固形分に食塩水とアミノ酸液を加え、 5から15日間熟成させて、液体を取り出したものが2番絞りとなり、酢酸を加えて瓶詰めしたものが2級品となる。ここで残った固形分に食塩水を加えて煮沸し、酢酸とアミノ酸を加えたものが3級品となり、1級品とは3倍の価格差がある。淡水魚を用いる場合は、大型なので鱗や頭部、内臓を最初に取り除き、一番絞りまでは、 同様に加工する。残った魚体には、イリンゴメコと米ぬかを加えて混合し、プラーラーとして出荷している。また、かつては、食塩水に、カラーメルと、酢酸、アンソク抗酸ナトリウム、グルタミン酸ナトリウムを混合し、少量の魚醤を加えたものが、発酵過程を経ない人工的な魚醤として、生産されていたが、大政府によって1980年代までに、禁止されている。 一級品や二級品のナンプラーは漬け汁として使用し、三級品は主に調理に用いられる。代表的なタイ料理の料理書に掲載された2312種の料理についての調査では、ナンプラーはこのうち1265種に用いられており、調味料としては最も頻度が高い。塩味を加える際にも食塩よりナンプラーを使うことが多い。多くのタイ人はナンプラーを、 タイの伝統的調味料と考えているが、20世紀、初頭までナンプラーは市販されていなかった。当時のイーサーン地方では、自家製の塩からの副産物であるナンパーデークが、タイ中部ではベトナムから輸入されたヌクマムが、それぞれ調味料として使用されていた。長州市から移住してきたタイの家人が、ヌクマムを模倣して1922年に、タイ人向けの魚醤を作ったのが、 ナンプラーの始まりで、中国と同じ魚ロという名称をタイ語に直訳して、ナムプラとなったという。その工場の労働者たちが独立して、さらにナンプラー工場を立ち上げたため、ナンプラ製造者には、長州移民の子孫が多い。1978年の調査では、バンコクでは1世帯につき1週間に150から400ミリリットルのナンプラーを購入しており、金額ベースで見ると、 食塩やシュリンプペーストなどと比べてナンプラーが突出して多い。1982年の調査では、大全土に約200のナンプラー工場があったという、ありがとうございます。